あのルシェンブルゴ監督まさかの先制ゴールですね、はい、首をかしげた顎に手をやっていましたね。相馬が左から切り込んでいきます。クロスボールワシントンの上、平本が待っています。林健太郎をトラップして右足のシュートを放ちました。これがベルディの2本目です。前半の10分を迎えます。さあベッカン左を見てオーウェンです。オーウェンが左足で落として右足のシュート、レアル3本目のシュート、うん、その前のベッカムのパスですね。やっぱり周りをよく見てますよね。ただ止めた後すぐですよこれ、はい、こういったサルガド中を見た、回り込んでいくベッカムを使います。どんどん出てきますね。ベッカムクロスボール、逆サイドにはロナウドがいますが、4カ国を回って合計6試合16泊17日の世界ツアーは日本で後半戦に入っています。ご覧のような赤い部分が、まあ、試合を行うということになりますが、武田さん、はい、ただでさえ世界を回るというこの疲労がありますが、試合を6試合行います。平本、ベルディの攻撃がレアルを押し込んでいます。相馬が中を見る。サルガドとの勝負になる。相馬に足がかかります。実はこの相馬はこのレアル戦を非常に楽しみにしています。大学時代にスペインに3ヶ月サッカー留学をしていますが、前回は自分は何もできなかった、今日は自己中心的と言われるかもしれませんが絶対にパスを出しませんと宣言をしていました。最後の前の壁は1枚です。低いボール直接いった、低いボール、ヘディングでクリアです。ゴールキーパーは高木です。ディフェンスは戸川、米山、相馬、上村、ミッドフィルダーは4枚、山田拓也、林、戸田、小林、そしてワシントンと平本の2トップです。サブのメンバーをご覧いただきます。アトレチコマドリーでプレー経験を持っている玉野33番が控えています。武田さん、ベルディの構成が続いています。この理由は何でしょうか。そうですね、やっぱりしっかりとですね、組織としてですね、まとまってますよね。コーナーキック、低いボール、ジダンのヘディングのクリアです。去年は4対0、ジダン、ロナウド、フィーゴ、モリエンテス、いいようにやられて4対0の完敗です。現在は1対0とリードしている東京ベルディ1969、またファウルになりました。グラベセンに対して戸田が少し詰め寄ります。武田さん、ファウルをしなければならないということはベルディがいいということなんでしょうか。フリーキックの名手、低いボール、これはグラウンダーになりました。戸田またいで、さあラウール戻します。サルガド、ベッカムが振り向きます。アウトを使った、ロナウド、ベッカム、そしてジダーン、ドベルトカイロス、これはオフサイドになりました。エアスタイルを変えてきたゴールキーパーの高木ですけれど、はい、どう変えたのかと言いますと、うん、まずさあゴール前金髪にしてですね、はい、そして後頭部にアルファベットの V の字を反り込んできました。でこの V の字はですね、ベルディの V とビクトリーの V なんだというふうに話をしていました。今テレビをつけていらっしゃる視聴者の皆さんは1対0ベルディが1点リードしていることが信じられないかもしれませんが、前半の6分小林大吾が抜け出して左足で1点を決めています。ただやっぱり5番のジダン選手持った時のイマジネーションあふれるプレー、ロナウドからオーガンで、その辺なんかね見ててもね、やっぱり負けてますけど、はい、すごいですね、追いつきましたね、結局、ゴールキックになりましたが、きっかけをつかみたいというふうに話をしています。あ、さあボールはベルディ、倒れているのは戸田です。ワシントン抑えて平本、もう一度ワシントンへ、これはロベルト・カルロスがボールを抑えました。ベッカムが倒れている選手戸田を見てボールを外に弾き出します。戸田とベッカム、ちょっとねベッカムもね、蹴った後に戸田が入ってきたというふうにやはり自分が考えているのでね、少しこうイライラした形でボール蹴り出しましたね。今ねサイドラインポジションの入れ替えをしてますよね、ロナウドが引きながら、あとロベルカルスのコンビネーションを作ろうという形のポジションを取ってましたね。今相馬がジダンのスライディングを受けまして、うん、驚きましたがちょっと喜んでいるような表情も見せました相馬です。ジダンにイエローカードが提示されました。今日初めてのイエローカードがなんとジネディーズジダンに提示されました。相馬、ベルディが前半非常に攻撃の形を見せています。相馬が切り込んでいく、パスを出さない、ゴール前、平本、やはり負けていてやっぱり点を取りに行かなきゃいけないというような感じしますよね、はい、これが前半6分小林大吾の1点目のシーンです。去年東京ベルディ1969は4対0と完敗、
あのジダンのマルセイユルーレットを目の前で見せつけられました。先制点を挙げた小林大吾はマルセイユルーレットを見てピッチ上で鳥肌が立ったということです。さあワシントン、オフサイドないですね。ありません。右足のシュート、2点目を入りました。ワシントンの右足、前半の26分、2点目を取った東京ヴェルディ1969。今日のレアル、何かおかしい部分が見えてきました。アメリカツアー、中国ツアーを経て日本に登場したレアルマドリード。ワシントンの今のは非常に頭脳的なプレーでしたね。いや本当にボールをもらってからね、キーパーのねしっかりとですねディフェンスラインギリギリですよね。オフサイドじゃないですよね。あ、向こうサイドで今キーパーサルガドがいましたね、はい、キーパーの位置をよく見てね、あの低いボールを狙いましたよね。今ボールを受けてシュートを決めたワシントンはブラジル全国選手権で1年間に34ゴールを挙げまして、ブラジル選手権記録を未だに持っているプレイヤーです。そのワシントンが天性のその得点感覚を生かしまして2対0、なんとヴェルディがレアルマドリード相手に2点をリードされています。点はもうそろそろ危険水域だということになるでしょうか。ちょっとねもうペースはね、確実にヴェルディですよね。今ジダンの股を抜いた戸田、そしてドリブルで小林大吾、後ろには相馬がいる。相馬を使って上げてくる、前には平本、ゴールキーパーカシージャスです。1969、左サイドオーウェンを使います。オフサイドはありません。イングランドパスが通りました。オーウェンが2人の間、中に送ってジダン、これは上村、はい、ルシエンブルゴ監督の表情はですね、ちょっと険しさを増してきましたね。そしてあのほとんど指示を出さないで選手間でもっと簡単に畑とかそういった声の方がむしろ目立つようなピッチ上です。あ、ちょっと今相馬に対してベッカムが声を荒らげるようなところがありました。北澤さん、はい、この声を荒らげているというのは非常にイライラしているということになりますね。ちょっとね、やはりこううまくゲームが進むことができないので、はい、ちょっと今ロベルト・カルロスなんかも手首をさっきのあの北本との接触で、ちょっとひねったりとかしてましたね。このパスもフィーゴもいますしね、グティもいますからね、はい、いろんな選手を使ってですね勝ちに来ると思いますけども、ここまでやっぱレアルはね中盤の底が1枚なんですよね。ロナウド4人に囲まれた、右足のシュート、そういったところがヴェルディにやられているのかなと。ロベルト・カルロスボールを受けました。ロナウド、2人の間を抜けていく、まだ打ちません。ペナルティーエリアに入りました。2人の間を抜けていく、もう一度引っ張られた、これはファウルになりません。このプレーです。右に行くと見せかけてインフロントでグッと引っ掛けて中に入りました。急激にスピード変化しますよね。そうですね、じいさん、そこで交代入りますけど、ジダンと変わってグディですね。やはり今日は体調が優れなかったんでしょうか。ジネディーヌ・ジダン、前半の33分でグディと交代です。さあフリーキックでプレー再開、ゴール前、ゴールコルティ、ロナウドの前、さあエルゲラからこれはボールを取ります。語りました、今日の試合もその白星の中に含まれるはずです。グティがボールを取る、左のアウトサイド、オーウェンにボールをパス、後ろにはロベルト・カルロス、ロナウドが前に行く、直接やってきました、ロベルト・カルロス。ロナウド戻して、グティから左のロベルト・カルロス、クロスボール。グティ選手、ラウル選手、はい、オーウェン選手、非常に多くの運動量で動いてますね。はい、さあオーウェンが上がってきた、サルガドを使います。中にはグティ、左足で中に送って振り向いて、おっとラウルのシュート、オーウェンのマルセイユターンかと思いましたが、ただ今ねシュートを打つときにあのボールをですね流すんですよね。ボールもらうとき少しボールを流して後ろの位置で相手のディフェンスのしっかあのコースを空いたところを打ってるんですよね、はい。まあ、去年はこの位置の逆サイドでジダンにマルセイユルーレットを決められまして、片膝ついて見てる人とかですね、ちょっと様子がおかしいなという風な雰囲気で見てますね、はい。中に送る、平本スルーしてワシントンとワンツー、平本体を入れる、サルガド、平本と、あっと平本が手を出してしまいました。サルガドとやり合っています。あっと今日1枚イエローカードは相馬、ジダン1枚ずつもらっています。これはちょっと本気の試合になってきました、ね。2番のサルガド選手は結構荒いですからね。そうですね、あとプレーが再開されています、はい、ますね。さあそこにロナウドがいた、さあゴールキーパー高木がゴールマウスから出ている、ロナウドはそれを見ている、ドリブルで3人の間を抜けていく、自分で行くかどうか、
4人に囲まれた。ボールを戻すが、ボールを取ったのはベルディの戸田です。あっさりとかわす。2人の間を抜けるパスを出す。ベッカムの前、ボールはこぼれた。ラウル、ベッカクティ、ハボガドがちょっと熱く要求を始めました。これはレアルマドリードにとっては予想しない展開でしょう。今戸田とベッカムが何やら言い合いをしています。まあ、戸田はですね、イングランドでのプレー経験がありますので、まあベッカムとは言葉が通じるということになります。ここで前半が終了しました。この展開を一体日本の誰が予想をしたでしょうか。東京ヴェルディ1969対レアルマドリード、前半6分に小林大吾、そして前半26分にワシントン、2対0でハーフタイムに入ります。明日巨人対阪神後半戦スタート。それではここでまさかの前半ハイライトをご覧ください。ワシントン、これはミスパスになってベッカムのシュート。前半5分までにレアルマドリードのシュートが2本となりました。さあ中盤から縦にボールを送る。さあボールはこぼれた。オフサイド、左足のシュート。なんと東京ヴェルディ1969が前半の6分ファーストシュート、先制点に結びつけました。ピッチ上で鳥肌が立ったということです。さあワシントン、オフサイドがありません。右足のシュート、2点目が入りました。ワシントンの右足、前半の26分。さて放送席の解説は武田信弘さんです。ね、ボール蹴る時までのね、クイックの動きが素晴らしかったですよ。ロナウド、ね、ディフェンスの背後を取ろうとした動きね、オフサイドになりましたけどもね、はい、うん、一瞬の動きが素晴らしいですね。北澤さん、はい、レアルは2点リードされたまま